どうもジキマルです。ということで皆さんちょっと見てください。今ね青鬼オンライン開いてみたらこちらですね、みえるこちゃんのコラボイベント事前告知が来ていたのでこちらの方ですね読んでいきたいと思います。はい、青鬼オンラインで限定コラボ開催、みえるこちゃんのキャラクターが登場ということで、下にですね3人ほどメインキャラクターが映っておりますね。めちゃくちゃ可愛いスキンだな。はい、コラボ限定みえるこちゃんガチャも登場、限定キャラをゲットしようということで、はい、3人の女子高生が映っておりますね。このみえるこちゃんっていうアニメのねキャラクターです。はい、下の方ですね、みえるこちゃん10回有料ガチャ3300円でコラボキャラ確定ということで、まあ、3300円支払えば1人ですねこちらみこちゃんとかはなちゃんがゲットできるということですね。限定コラボガチャで、はい、四谷みこ、ゆりかわはな、いくらとユリアがゲットできるぞということで、3月の25日金曜日ですね15時から4月の18日、15時までということで約1ヶ月ぐらいやるのかな。まあただちょっとね有料ガチャ3300円でキャラクター確定ということは多分ね無料ガチャじゃなかなか出ないっていうことだよね。だって今までさ有料ガチャでコラボの限定キャラが確定で出ますみたいなことあんまりなかったけど、これが出たってことは無料じゃなかなか出ないっていう意味だと思うんですよね。はい、ということで閉じていきましょう。2とかあるのかな。 ありますね。はい、コラボイベント事前告知2。はい、ということで皆さん来ましたよ。イベント後半ではコラボの等が開催予定。おー、すごいですね。限定スキンも登場、なんか怖いお化けたちが映っております。はい、それからですねチャレンジコラボ限定みえるこちゃん×青鬼オンラインということで、コラボチャレンジの報酬で限定スキンのトーンの前、あ、めっちゃ悪そうな男の人だよねこの人ね、はい、がゲットできるぞということで、こちらも同じ期間で開催される予定でございます。さあということで皆さんいかがだったでしょうか。いやすごいねマジでね。いやみえるこちゃんめちゃくちゃ楽しみなんですが、いや本当にねどうしよう、有料ガチャ回そうかな、まあ、ちょっと迷ってるんですけど、はい、ちょっともう一回見てみましょう。あれ、コラボイベント3、あ、なんかこれ映んなかったけどね。はい、コラボイベント事前告知3、はい、コラボマップにて特別な鬼が登場するぞ。めっちゃ恐ろしい鬼がいますよ。それからですね、はい、限定コラボも登場、限定マップで遊んでコラボキャラをゲットしようということで、はい、青逃げ5の色がちょっとね紫になっておりますね。普通確かさ黄色だったよね。ちょっと見てみよっか。あれ、ちょっと待って、これはガチバトルがこのみんなが向かい合ってる絵で、でこの青逃げ5は黄色だよね。さっきのは何だったんだろう。ちょっともう一回見てみよっか。さっきの告知さんは、いや、なんか2つが混ざってるぞ。ガチバトルと青鬼5のロゴが混じってますね。いや怖いな、この青鬼出てきたら怖いですね。それからさ、このコラボのとうっすら見えるんだよな。ちょっとうっすら見えますよね。雷鬼と、あとはワンちゃんの鬼と、ひまわり鬼と、上にフワッティがいて、4つ目もワンちゃんの鬼かな。あれ、なんかワンちゃんの鬼が2人いるように見えますが、下から2番目、あれかな、自由の女神青鬼かな、どうなんでしょうか。まあただイメージだと思うんですけど、はい、まあコラボイベントでねコラボのと、いやめっちゃ楽しみだよねこれ。何からやろう。すごい楽しみでございます。皆さん25日から、こちらですね、はい、コラボの等が開催されるということで、皆さん楽しみにしておいてください。ということで緊急告知でした。皆さんいかがだったでしょうか。はい、ということで、これで終わりにしたいと思います。ジェケマルでした。最後にちょっとガチャ回していこうか。いや、ちょっといいや、ガチャ回さないでやっぱり25日のあのみえるこちゃんの時に回しましょうね。はい、ということでジェケマルでした。ありがとうございます。失礼します。また見てください。はい。